何かアドバイスをください。むずくね。絶対大丈夫です。速攻仕事見つかります。選ばなければチャンスだから。逆に円安だからいつまで続くか分かんないけども、だからなんとなく分からないっていう状態にしておかない。苦手なことにアプローチする。はい、皆さん、 How's your life been? This is Taro Sack ということで、ですね、よくインスタの DM でも相談がめっちゃ来るんですよね。自分海外行きたいんですけど、こういう状態なんですけど、どうしたらいいと思いますかとか、自分は今こういう状態で英語力がこういう状態なんですけど、タロサックだったらどうしますかとか、本当にこういろんなジャンルの質問とかお悩み相談の DM が来るんですけど、返せないわけですよ。全部はやっぱり返せないわけですよ。さすがにもうさすがにこう適当に返すわけにもいかないし、だからといって本気でこう全部一個一個見てて、全てこうちゃんと文字打ってやってったら、それこそ本当に自分の時間もなくなっちゃうから。ただ皆さん、こういう言葉聞いたことないですかね。自分が持ってる悩みって、地球が生まれてから初めての悩みっていうことはまずなくて、もう絶対に誰かしら、むしろもうめちゃめちゃ多くの人がすでに経験してきてる悩みなんですよね。まあ、うまく表現できてるかちょっとわかんないんですけど、本当にこれそうだなと思って、っていうのも結構似たような悩みがね、結構来るんですよ。だからこうインスタの DM とか見てて、うわ、ここ結構みんな同じこと悩んでるんだなって感じることがまあよくあるんですよね。で、さっき言った通り、さすがに一個全部ちゃんとこう文字打って返すことはできないので、もういっそのことみんなね、改めてちょっとお悩み DM を送ってくれというふうにインスタのストーリーで募集したところ、なんともう余裕でね、3桁超えのお悩みが届きました。みんな悩みまくり、でも大丈夫、僕も悩んでるから、人間だもんね。今日はその中でも全部は答えられないと思うんですけども、僕なりにそのお悩みにアンサーしていくね動画、これから撮っていきたいと思います。英語とか海外関連のことに関しては、さすがにこう経験からね、先輩としてちゃんと、アンサーできることもあると思うし、以前に撮った Q&A の動画に引き続き、今日も天の声ちゃん来ていただいてますので、天の声ちゃん、お悩み一つずつちょっとピックアップしていって、呼んでいってもらっていいですか。はい、じゃあ早速1問目からいきましょう。1年後ぐらいに語学留学にオーストラリア行こうと思っています。英語のレベルが英検3級を持っている程度なのですが、正直日常会話など英語で話そうと思っても全く話すことができません。リスニングも苦手です。海外に行くまでの1年何から始めればいいですか。あと、海外行くのが初めてなので、日本の文化とは全然違うと思うんですけど、オーストラリアに行くならこれは知っておいた方がいいとか、持ち物とか何か準備しておいた方がいいものってありますか。いやー、その英語に関してはさっきも多分言ったと思うんだけど、その文法とか、基礎的な単語を分かった状態で来た方がいい。というか、来ないと何が何だか分かんなくなっちゃう。だから、まずこれは一つと、持ってこなきゃいけないとかないよね、あんまりね。だって何でも買えるじゃん、結局。そうね。食品に関しても別に買おうと思えば買えるし、化粧品とかもね、別になくはないから。こだわりがなければ。相当なこだわりがなければ。あと、どうしても必要な薬とかが。あ、コンタクト。でもコンタクト買えるから。まあ、もちろんね。来る直前にチェックして、買えるだけ買って来るっていうのは大事かもしれない。だってめんどくさいもんね、こっちでね。英語苦手なのにさ、やるの。まあ、財布とパスポートと携帯があれば。そうだね。ペンネーム、モッセル？モッセルさん、はい、モッセルさん。ペンネームモッセルさん、はい。シンガポール留学中、20歳の学生です。僕は2ヶ月後に日本へ帰国するのですが、日本に帰ってきてからもビジネスシーンではなく日常で英語を使いたいなと考えており、日本で海外の友達を作りたいのですが、どこかいい場所をご存知でしょうか。もしあれば教えていただきたいです。ちなみに日本では東京に住んでいます。ああ、いや、わかんないけど、多分今パッて浮かんだのはハブ、ブリティッシュハブってわかる？わかんないか。そう、あるのよ。あそこはなんか外国人の人がすごく行くイメージ。あと、新宿のゴールデン街っていうところがあるんだけど、歌舞伎町に。そこはなんかすっごい小さいバーとかがいっぱいあるのね。で、なんか一杯飲んで次の店行くみたいな。めちゃめちゃ観光客いますね、外国人の。あ、観光客だけじゃない、日本に住んでる外国人の人も多い。じゃあゴールデン街に。ゴールデン街とブリティッシュハブ行きましょう、はい。ペンネームチヨンさん、はい。大学3年生。大学卒業後、オーストラリアにワーホリオアカナダのコープ留学、コープ留学で迷っています。将来は海外で働きたい、外国の会社や日系の外国支社などですが、やはり就職につながるならコープ留学ですかね。私の知る限りワーホリ後正社員として雇ってもらえたという話を聞いたことがないので、この場合タロサクさんならどっちを選びますか。それとも海外で働くためにどんな方法がありますか。なんかどこの国が正社員で働きにくいとかじゃなくて、結局ビザの問題だと思う。要は永住権持ってない人に対して、その正社員っていう言い方が合ってるのか分かんないけど、そのフルタイムとして雇っちゃうと、だってトレーニングしたってさ、どうせ帰るじゃんってなっちゃうじゃん。でそれ会社のリスクだよ、それは。だからそれを取りたがらないっていうだけの話で、ビザの問題だと思う、一番。だからその就職って考えたら、多分永住権につながるような就職っていう考え方になると思うんだけど、カナダの方がなんか簡単なイメージがある。
今はすごい移民めっちゃ取ってる感じがある。オーストラリアってどっちかというと難しくなってきてるから、どんどんなんかそんなイメージはあるかな。ペンネームケンケンさん、はい、大阪在住16歳、留学を考えているのですが、学校の友達や好きな人と離れるのが寂しく、つい迷ってしまいます。精神、何かアドバイスをください。むずくね。はい、次。え、なんで。なんて答えればいいの、それ。だってもう分からない、どっち取るかでしょ。でもどっちにしろ別れは来るからさ、学校の友達とかね。ただでも本当に仲いい地元の友達だったら、別に留学行こうかワーホリ行こうかそれかも仲いいと思うから。そうね、うん、って普通に思っちゃうよ。ペンネームブルクッチさん、うん、大阪在住23歳、僕は1年半後にワーホリでオーストラリアに行こうと思っています、はい、この半年間英語をタロサック動画で勉強してて、はい、これから1年半もタロサック動画とネイティブの英語で勉強しようと思っています、うん、オーストラリアに行ったらいろんな国の人たちと出会って、食文化考え方に触れて英語を喋れるようになりたいです、うん、ただ英語を喋りたいという思いだけでオーストラリアに行ってもいいのでしょうか、うん、そこで何をしたいのかまで考えた方がいいのでしょうか、うん、タロサックさんの海外に行くの動機は何だったんでしょうか、うん、それいくつか書いてある年齢。23歳。23歳だったら、まあ、何とも言えないけども、まあまだやりたいことね、やってもいいんじゃないかなと思うんですけど、なんとなく来ちゃってさ、観光みたいな感じで終わっちゃう可能性があるから、ちょっとそれだけは気をつけてほしいなと思う、うん、だそしたらもう1年2年っていうその時間無駄にしちゃったっていうことになるから。でもちゃんと目標立ててさ、例えば英語だったら絶対これだけ喋れるようになるぞとか、もしくはなんか仕事でこういう経験を積んでこれを活かすぞとか、そういうのを持ってくるんだったらいいと思うけど、このまま行ったら観光になっちゃうなっていう状態で来るんだったら、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思う。僕の親友のね、村上壮太郎が僕の YouTube の生みの親だけども、南アフリカに留学行って大学生の時にそういう気持ちで帰ってきちゃって後悔してるって言ってた。だから今海外に来るのと当時なんとなくで行った時の得るものって全然違うよなっていう話をしたんで、その時間の無駄だけはもったいないなって思っちゃう。ペンネームサニユリさん、はい、東京在住26歳、はい、2023年の8月にオーストラリアに語学留学とワーキングホリデーに行くことが決まっていますが、おそらく英検3級ほどの知識しかないことを分かっているのですが、うん、全く勉強へのモチベーションが上がらず、ここ1年半シャドーイングしかしていなく、英検3級以上の単語力、文法力、読解力、発話力はほぼゼロです。あとは何に手をつけていいのか分からず、なのに毎日眠いな、寝ちゃおうという意識の低さ、うんうんうん、こんな私に活を入れてください。いやだから そういう人がほとんどなんで、どっちにしろそういう人がほとんどなんで、ほとんどの人が喋れないです、英語日本だから。喋れない人になります、奇跡起きないです。やりたいんだったらやるしかない、それは。だってやった人だけが喋れるんだもん。だそれはね、もう自分でさやるしかないよね。あ、なんかその英語のコンテンツとか見てモチベーション上げて、あ、やっぱ自分もそういうところに行きたい、こういう風に会話したいって思う努力とかして、でその努力に対して答えなきゃいけない。寝るんだったら寝る人と一緒の結果になります。はい、何でもそう。ペンネームケニーさん、うん、大阪在住29歳、僕はずっと大阪で美容師をしているのですが、旅行でヨーロッパに行ってからずっと海外に住むことに憧れていてワーホリのため24歳ぐらいで海外に行こうとしたのですが、その時に母親が病気で倒れてしまい、そちらにお金回さないとダメで、自分も鬱っぽくなったりして、うん、今は母親も元気になってくれたのですが、そこから美容師に没頭して今に至ります。年を重ねて19歳から付き合っていた彼女と27歳で結婚して1歳3ヶ月の子供が1人いますが、はい、最近ふと幸せだけど人生このままでいいのかな、自分の本当にしたいことってなんやっけと自問自答し、うん、薄れかけていた海外在住が出てきて、ずっと海外に住むことが諦めきれません、うん、未来が暗い日本かなと思うので、子供のためにも移住したいと思っています。30を過ぎてもワーホリ以外にオーストラリアで何か働ける方法があるなら、うん、家族で行きたいし、それを探したいと思っているのですが、うん、情報が弱く模索中です。どうすればいいでしょうか。まず情報が弱いじゃなくて、もうお金を払ってでも家族がいてもうそういうことをしたいのであれば、本気で調べないとダメだと思うの。俺ワーホリっていう選択肢しかないわけじゃないじゃん。美容師という経験があるんであれば、国によってはそれでビジネスビザが取れて、数年間働いた末に永住権が取れると。でその時に永住権が取れたんだったら家族も連れてこれるとか、そういうことがある国もあると思うし、もしかしたらオーストラリアだって美容師今取れるかもしれない。ちょっとタイミングによって変わるから 100% とは言えないから、だから移民弁護士とかに聞いた方がいいと思うんだけど、お金を払ってでもそういうプロに話を聞かないとダメだと思うな。移民弁護士とか、うん、ビザコンサルタントとかに、で自分はこういう状態なんだけどどうしたらいいですかと、家族も連れて海外に移住するためにはどうしたらいいですかっていうのを明確にする必要がある。そしてなんとなくではなくて、それにのっとってやるっていうところだと思う。それを伝えられない状態でなんとなくって言ったら、あっちの親だってそれは反対する、間違いなく。だけど、いやでも海外の方が美容師だとこんぐらい稼げるんですって、
で普通に考えたらこれだけ貯金できて、これだけいい教育を子供に受けさせられて、これだけいい今よりいい生活ができて、みんな幸せになると、プレゼンテーションできれば話は変わってくるかもしれないって俺は思う。だけど自分が逆に親だったら、なんとなくっていう状態でそんな話を持ってこられたところで、何を私の家族にリスクを負わせようとしてんだっていう話になっちゃうと思うからさ、プロに話を聞いた方がいいと思います。ペンネームドサンコボーイさん。もうドサンコボーイ、北海道、はい、北海道在住20歳です、はい、今は大学3年生です。卒業したら2歳上の彼女と一緒にオーストラリアにワーキングホリデーに行こうと思っています、うん、現在 YouTube 活動をしていて、まだまだ始めて半年ちょっとで土底編ですが、うん、絶対有名になれると思って活動しています、うん、大学を卒業したら彼女とワーキングホリデーをしながら YouTube をやろうと思っています、うん、一番の悩みが収入です。自分一人ならいいのですが、彼女もいるのである程度衛生的な住む場所と食べるものは困らないような収入が欲しいのです、うん、二人で働こうと思っているのですが、ワーキングホリデーに行ってからすぐ働けるのか、収入は十分に得られるのかが心配です、うん、何か知っていることがあれば教えてください、はい、絶対大丈夫です。速攻仕事見つかります。選ばなければ飲食店でも速攻働けるし、僕が知ってるだけでも普通に初めの時給25ドルで働けるところもいっぱいあるんで、ウェイトレスとかシェフでも何でもそうですけど、2000円以上ですよね、余裕で時給。それで1週間働いたら、まあ大体普通に働いたら1000ドル以上儲かるじゃないですか。儲かるというか稼げるじゃないですか、1週間で。で住むところは多分、まあ、カップルルームだとしても500ドル払ったら1人250ドルずつで普通に綺麗なとこ住めると思うから、まあシェアハウスになるけど、まあ、だとしても全然いけるから、何の心配もないと思いますね。ペンネームしのさん、東京在住19歳、はい、現在留学を考えている大学2年生です、はい、目的は異文化通した海外交流、コミュ力増強と自分磨きです、うん、はい、帰ってきたら留学のキャリアを生かして就活したいと思っています、はい、学生時代1年間の留学を通して得られるものと日本で1年頑張ることで大きな差が出るのかということが気になっております、うん、留学するなら親への経済的負担を考えて、うん、インターンを視野に入れワーホリ留学になるのですが、うん、果たして今の自分が留学することでどれぐらいの意味があるものになるのでしょうか。社会人になってからでは遅いでしょうか。いや、社会人になってからでも遅くないですけど、まあ、大学の時にできる、大学生ですよね、うん、大学生の時にできるんだったら、まあ、休学とかですね、した方がいいと思うんですよね。しかも別に親への経済的な負担とかって ないと思うけど、だって働いたらいいと思うんで、ワーホリできて、うん、だって別にお金借りなくても、ね、お金全くない状態で来て一からやってる人いるんで一切関係、うん、大丈夫。あとインターンってやるとさ、なんかすごいなんか無給インターンみたいなのあるし、お金めっちゃ低いじゃん。普通に働いた方がいいと思いますよ。普通にバイトした方がいいと思う。インターンとかじゃなくて、なんかそのエージェントとかがパッケージとかでつけようとしてるのか分かんないけど、インターンってなんか俺ちょっとあんまイメージ良くないな。こっちのオーストラリアの人が受けるインターンだったらいいけど、海外から来てするインターンってなんかすごい搾取されてる感じがする。僕のイメージですよ。ペンネームともすけさん、19歳、9月からヒューストン、テキサス州に滞在中、大学のプログラムを使って来年の春まで語学留学する予定です。タロサックさんを見習い、早速 Tinder でスクロールしまくっていますが、なかなかマッチしません。やはりアジア人男性は西洋やラテンの美女からモテないのでしょうか。アドバイスお願いします。いや、これね、僕の経験上ですよ。僕その昔シェアハウスでイギリス人とか住んだ、オーストラリア人とかも住んだことあるし、だから絶対的にマッチの数は正直やっぱり叶わないよ、それは。だって同じ言語を喋る人たちだしさ、そっちの方が楽って思うんじゃない？わかんないけども、見た感じアジア人ってわかるし、名前とかで海外の人ってわかるんじゃないかな。わかんないけど、モテないと思う、正直あんまり。だけど、そのモテるようになるためにどうしたらいいかって言ったら、いろんな人とさ、やっぱ交流して、どういうカルチャーなのか、どういうヒューモアが面白いのかとか、受けるのかっていうのを理解していく必要があるから、ちょっと時間かかるけど、いろんな外国人の人と交流していくのがいいんじゃないかなと思います。ペンネーム、ハルルンさん。はい、ニュージーランドではワーホリ中の27歳。はい、今の悩みは、メッセージを送ったり、紙に英語の文章を書くときは、今まで習ったセンテンスとかを使って、英語が使えるようになってきたのですが、うん、いざ友達と話したりすると、短いセンテンスしか使えなくなってしまいます、うんうん、どうしたら長いセンテンスが会話中に浮かぶようになりますか。まあ、長ければいいっていう話じゃないんだけどね。でも結局長いセンテンスって、その主語と動詞が、まあ、多いわけでしょ。1個ずつじゃないわけでしょ。ってことは結局接続詞とか、その or とか end とかさ、そういうのを使ってつなげてると、もしくは関係代名詞とかを使って、初心者だったら 2文でいうところを関係代名詞つなげて一文になってるわけだ、多分おそらく、ね、そういう感じだと思うんですよね。これこの前もタラサックイングリッシュの生徒さんからも聞かれたんだけど、そういう風に答えたと思いますね。だから、まあ、接続詞の使い方とか、まあ、関係代名詞の使い方とか覚えて、もっと スマートに長たらしくならずに、ちょっと長い文で喋るみたいな感じなんじゃないかなと思いますけども、別に長く話す必要もないと思うけどね。ペンネームアサミンさん、
37歳、はい、子供の頃から漠然と海外英語への憧れがありましたが、努力を怠った結果全く喋れず現在に至ります、はい、自分の年齢も考えて今するしかないと思い、1ヶ月ほど前から本格的に英会話の勉強を始めました、はい、毎日こそなって家事仕事の合間に約2時間ほど勉強しています。すごいやってる。でも何をしたらいいか分からず、 YouTube などでしたらいいと言われることをとりあえずしています、うん、中学の文法は一通りやり直し、だいたい思い出してきたところです、うん、単語は少しずつ覚えています、うん、あとは思い切ってオンライン英会話も登録しました、うんうん、シャドーイングもやっています、うん、その結果いろいろ手を出しすぎて何が正解かわからない状態です。どれをしてどれを今するべきではないのか全くわかりません、うん、もう端的に答えると、もうこれは僕もいつも言ってるんで、もうぶらさない。そこからもう本当に中学校レベルの英文法、まあ、そのエヴァーグリーンとかね、文法書ありますけど、そういうの使ってもいい。それを人に説明できるぐらいまず理解することが大事。そしてそれをやってれば絶対日常会話ですから単語力もついてくる。同時進行で英会話もやっていくんですけど、英会話って絶対壁にぶつかるから、喋れないとか聞き取れないとか、その時になぜ喋れないのか、なぜ聞き取れないのかっていうのを理解して、それにしっかりアプローチをしていくことが大事。だからなんとなくわからないっていう状態にしておかない。苦手なことにアプローチする。カレーライスを作った時にカレーが美味しくない、どう考えてもしょっぱいのにさ、人参入れすぎたかなってそこをさ、こうやりくりしてたところで美味しいカレーライスできないから、ダメなところを直しに行く、ダメなところをしっかり考えるっていうのが大事。そういう上でちゃんと相談できる人がいるといいんだけどね。ペンネーム、アナゴさん、はい、24歳、社会人。こんにちは。大学卒業後、グローバル展開をしている企業に内定をもらい、現在そこで新卒1年目として働いております、はい、この会社の説明会の際、若手から海外に行くことが可能だと人事の方々がおっしゃっていたので入社を決めました。しかし、蓋を開けてみれば、海外に行けるのはキャリアを積んだ15、20年後、もっと話が違うぞ、先のこ と, もっと私はそんなにも待てないと思い、ワーホリでオーストラリアに行こうと考えております、うん、そこで本題の悩みなのですが、社会人ワーホリで検索をかけるとひどい言われようです。自分の人生なので気にしないようにしているのですが、どうも踏み切れずにいれます。ワーホリの目的は現地就職です。目標が達成できなかったらどうしようという不安があり、なかなか踏み切れません。どうか背中を押してください。いやいやいや、そのワーホリひどい言われようみたいなね、確かに書いてありますけど、誰が書いてるのっていう話なの。もう正直もうそこが一番だと思うんですよ。もうそんなね、人の意見とか気にしてもしょうがない。だって実際じゃあ蓋を開けてみて、僕いろんな日本人の人とこう交流してきましたけど、ワーホリで来て日本帰っていい会社に入ってる人もいるし、たくさん稼いでる人もいるし、子供もできて幸せに暮らしてる人もいるし、たくさんいるんですよ。でもそういう人がじゃああえて書きますか？書かない。多分そういうの書く人って悲観的なことがあって、なんかうまくいかなかったから書きたいみたいな人が多いんじゃないかなって僕は思うんですよね。だから別になんかそんな心配しなくてもいいと思うし、行ってうまくいかなかったらどうしようっていう心配はそれ誰だってあるから、それをじゃあ僕の一言で消すことっていうのはできないと思う。でも人生そんなもんじゃん。何でも挑戦するときってやっぱリスクがあると思うから、それでもやりたいことなんだったら挑戦するべきなんじゃないかなって思います。ペンネーム、ともひろさん、はい、宮城在住25歳、はい、現在私は来年を目標に海外挑戦しようと思い英語の勉強を始めた状態なのですが、はい、個人的に奨学金というローンを背負っているので、うん、ローンがある状態でも海外に行けるのでしょうか？海外に行ってもローンを支払えるのでしょうか？いや、僕奨学金もめっちゃあります。めっちゃありました、はい、500万近くありました。チャンスだから、逆に円安だから、いつまで続くか分かんないけども、お金が高いオーストラリアで稼いで貯金もいっぱいできるわけだから、その分をワイズとか使って日本の丸バツ銀行にトランスファーしたらいいだけだと思うんで、何にも問題ないですね。日本と稼ぐのよりも逆にチャンスみたいな感じだと思います。ペンネーム、はるさん、はい、今工業高校2年生でまず来年就職試験を受けて2年ほど働いて、お金を貯めたらオーストラリアにワーホリで行きたいと思っています、はい、英語は話せず勉強もなかなかやる気が出ないのです。このままオーストラリアに行って語学留学にも通わず生活しているだけで話せるようになるのか教えていただきたいです。いやいやいや、それはもう勉強やる気出さないと無理ですね。絶対に無理。そんな海外来たから喋れるようになるって言ったら、多分みんな日本人一回来て全員ペラペラになって帰った方が多分いろんな面で有利だと思うんで、絶対それないですね。だからちゃんと勉強する必要がある。基礎、うん、さっきも言ったけど文法、単語、そしていろんな人と交流していく、そして喋る、学んだこと、それの繰り返し。だから語学学校に行けば喋れるわけじゃないんだけども、語学学校はそれをしてくれる、まあ、手助けには少なからずなるけども、語学学校でやることって別に日本でオンライン英会話でもできるから、うん、だからやっぱりやる気を持ってやるしかないですよね。なんとなくじゃ絶対喋れるようにはならない。ペンネーム、猫耳さん、はい、現在新卒25歳女です、はい、海外で生活してみたいという漠然な夢だけを持っています、はい、ワーキングホリデーも挑戦できるのは30歳までなのでやってみたいなと思っています。しかし海外に行ってやってみたい仕事などあるわけではないので、こんなぼんやりした気持ちで挑戦していいのか悩んでいます、うんうんうん、
ワーキングホリデーともなれば会社を辞める可能性が高い中で、条件のいい会社に拾ってもらえたことから先のことなどを考え、なかなか決断できません、うん、タロサクさんならどうお考えになりますか？25歳か、まあ25歳か、なんとも言えないけど多分辞めないかな。だって日本でさ、条件がいい会社で働いてますっていう風に言えるって結構すごいいいことだと思うのね、うんうん、それがその人はすごいスキルがあって、オーストラリアに来て1年2年いたとしても帰った時にすぐ働けるっていう、そのぐらいのところで働けるっていうんだったら問題ないと思うけど、そうでもなければちょっとそのリスクは取らないかな。僕は取ったんですけどね。僕は辞めましたけどね、いや大きい会社で働いてましたけど、僕はうまくいってるからいいですけど、うまくいってるというか楽しんでるからいいですけど、今でもでもそうじゃない人もいると思うんで、そっちの方が正直確率高いと思うんで、わかんない、そこまでいい会社で働けてるっていうぐらいだったら辞めないかな、うん、だから旅行とかで来たらいいんじゃないですか。一回長期でなるべく休み取るようにして、いい会社だったら休みもいっぱい取れると思うし、ちゃんと、うんうん、ペンネーム、あやかさん。はい、こちら。東京在住28歳、はい、年齢が年齢なのです。最後のチャンスだと思ってワーホリに行くか悩んでいます。一人身だったら迷わず行くのですが、既婚者です。ちなみに旦那は外国籍、海外にいた際に出会いました、うん、コロナ前までは私も海外で10年近く生活をしてきましたが、うん、コロナの影響で前職の業界は悪化し、思いもよらないところで解雇されました。2020年春に久しぶりに日本に帰国しました、うん、日本の生活が嫌になったとは言いませんが、毎日会社に行きパソコンとスクリーンを4台並べて誰もができるような監視業務をしています、うん、ずっと海外にいたからか刺激のない毎日に感じます、うん、結婚もしたし、今からワーホリは身勝手なのでしょうか。タロサクさんならどうしますか。いや、まずそれはやっぱもう結婚してるからさ、話すしかないね。まず旦那さんと話して折り合いをつける。お互いオッケーなのか、それはオッケーじゃないんだったらやっぱり話し合わなきゃいけないし、まずそこが一番大事だと思う。その上で自分のそのやりたいことが旦那さんよりも大事なんだったら、もうそれって考えなきゃいけないと思う、正直言って。で、旦那さんのことを連れてきたいんだけど、物理的に無理かもしれないです。その物理的っていうか、そのテクニカル、日本語で何て言ったらいいか分かんないけど、旦那さんが外国籍で、国によってはワーキングホリデーのビザ取れないでしょ。そういうのもあるかもしれないし、だからよく考えないといけないですね、そこは。話し合いです、話し合い。ペンネーム、トヨタさん。新潟県出身、18歳。一緒だ。現在私はとある大学の国際経営学部を目指して受験勉強しているのですが、はい、自分は将来英語圏の欧米で生活したいと思っているのですが、うんうん、その大学の教授の方がオープンキャンパスで海外就職を目指している学生もいます、うん、みたいなことを言っていて、日本の大学から海外就職って実際どれぐらい難しいかであったり、周りにそのような方がいたらぜひアドバイスなどをいただきたいです。いや、僕もね、大学の時思ったんですけど、僕はな、めんどくさがりだったんでリサーチ不足でね、そこまで詳しく調べてないんですけど、確かに僕神田外語大学から行ったんですけど、そこから海外の会社入ってる人いました。だからできることはできるけども、やっぱりちゃんとリサーチが必要なのよ。っていうのも、なんていうかっていうと、そのビザとかの問題もあるし、で労働できるのかどうかっていう、その海外で外国人がどうやってするのかっていうのもあるし、ね、どうやって就職するのかっていったところもあるから、それは僕がやっぱ、ごめんなさい、これ分かんないんで、調べるしかないよね、ちょっと自分でね、ちゃんと。国によってとか会社によっても違うと思うから、教授は何とも言えるからな。目指してる人はいます、でも受かった人ゼロですっていうことかもしれないね、分かるよ、うん、いっぱい出てますよ、うちの学校から海外の企業に勤めてる人っていうんだったら分かるけど、ちょっと何とも言えないね。大学に聞くのが早いんじゃない。うん、大学に聞いてみたらいいんじゃないかね、確かに。学生課とか行って、ね、うん、が一番かなと。ペンネーム、リーさん、はい、福岡在住19歳。タロサクさんの YouTube を見て海外に行くことを決めました。英語を喋れるようになることが目標で、うん、イギリス人の友達を作って電話とかしているのですが、うん、自分で考えて喋ろうとすると伝わっているのか不安で、翻訳機に頼ってしまいます、うん、どうしたらよろしいですか。いや、別に伝わってないんだったら伝わってないでいいと思う。だ、伝わってなかったら言ってくれるよ、あっちの人って。こっちの人って結構さ、ストレートだから分かんなかったら分かんないっていう。日本人ってなんかちょっと、あ、いやみたいな感じでちょっと流しちゃうけど、こっちの人分かんなかったら分かんないって言ってくれるから、分かんないって言われたら、あ、これじゃ伝わんないんだって、これじゃ分かんないんだっていうのを学べるから、それでいいと思うし、まあ、どうしても喋れないんだったら翻訳機使ってもいいと思うけど、まあ、あんま気にせずミスとかも話すのが一番大事なんじゃないかなと思う。で、ミスを重ねて気づけないこともいっぱいあるから、うん、今やってること間違ってないと思います。一番は心配しないでいっぱい話すこと。ペンネームユウさん。オーストラリアに語学留学しながら働きたいのだけど、40代でも働き口はありそうですか。語学学校は特に年齢言ってようが気にしていないのですが、分からなかったらそれで構いません。40代でもまだ気持ちは若くて、やるなら今だと思っています。全然いけるよね、普通にオーストラリアで考えたらさ、働き口はあると。全然あるよね、選ばなければ。あの飲食店とかだったら速攻仕事見つかると思うし、だって履歴書に年齢書く文化ないから、オーストラリア。ダメなんだよ、あれ聞いたら。確かこれは確定じゃないけど、でも書かないよね、年齢履歴書に。まあでもそれで差別しちゃいけないってことだよね。ダメなんだ、そういうの。
だから全然問題ないし、全然働き口もあるし、だって関係ないじゃん、18歳だろうが20歳だろうがさ、超怠け者か40歳の超働き者からだと絶対こっちの方が欲しいじゃん。会社どうせカジュアルなわけだから基本的に、うん、なんか問題ないですね全然。ただ住むとことかね、ちょっと問題かもしれないね。だってさ、シェアハウス住むじゃん日本からその来てさ、カジュアルとかで働く人って、うん、若いからシェアハウスって OK みたいなところあるけど、気持ち的にね、住む方は40とかになってその人がいいのであればいいけど、だって住んでる人絶対若いと思うから、基本的には。かといって普通にねアパート借りて住むってのはちょっとかなり高いじゃんオーストラリア、うん、だからそこの問題はあるけども、仕事は大丈夫ですね。じゃあ最後の質問、おお、ついにやらせてきた。はい、ペンネームひろたかさん、パース在住、いいっすね、23歳、はい、こんばんは。今現在ワーキングホリデーでオーストラリアに来ています、うん、日本では大学に通っていて現在は休学中です、うん、今のところ来年の2月か3月に帰国して就活をしようと考えています、うん、しかしこれが本当に自分にとってベストな道なのかと自分自身で疑ってしまうことが多々あります、はあ、ワーキングホリデーとして実際にオーストラリアで働いてみて、オーストラリアの働き方にとても魅力を感じ、うん、働いてみたいと感じることが多くある反面、うんうん、一生に一度しかない新卒採用というものを捨てるのには何か損をしているように感じます、うん、もし日本で働くとしたら正社員として働き、うん、安定した収入や生活、社会的信頼が得られると考えています、はあ、自分がやりたいことは何か考えた時、世界中を回りながら世界中の人とコミュニケーションを取りたいという漠然としたものしか思い浮かびませんでした、うん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 、就活もやってみないとわからないことがほとんどだとは思いますが、もしタロサックさんなら今の僕の状況でどのような選択をされるのかお聞きしたいです。僕だったらオーストラリアはそのワーホリとかやってもずっとやってもしょうがないから、もうその年だったらまだチャンスあるから、どういう学校に行ってどういうコースを選んだら永住権が取れるのかっていったところをまず調べる。でその職で自分はやっていけるのかっていったところ、そして永住権取れれば普通にオーストラリアの、まあ、正社員、まあ、正社員っていう言い方しないけどフルタイムとしてずっと働いていけてるわけで、そしたらオーストラリアなんて飲食店で働いてようが何してようが休みめっちゃ取れるじゃん、取ろうと思えば。だからいくらでも世界中回れると思うし、それで、ね、毎年ヨーロッパ回ったらいいと思うし、世界中、ね、回ったらいいと思うし、それがまずできる。ただこれできるかできないかはちゃんと移民弁護士とか使って一回ちゃんと相談した方がいい、お金払うという。また一方でその日本に帰るというんだったら、まあ、就職するのはやっぱりまあそれ新卒があった方がいいと思うけども、その社会的信頼っていうのはなんか今言ってたけど、社会的信頼があるから、じゃあ自分の人生が幸せになれるかどうかってところも絶対違うと思うし、俺社会的信頼あったもん、大きい不動産の会社で働いてて社会的信頼とか普通にめっちゃあったと思うし、テレビの CM でやるような会社で働いてるって結構普通に考えて結構すごいってことだと思う。全然幸せじゃなかった、毎日仕事行きたくなかったから、社会そういうのがあればいいっていうわけじゃないからね。どっちが幸せかっていう話で、ただこっちは可能なのか可能じゃないのかっていうところ、しかも永住権の条件ってさ変わるじゃんタイミングで、だからちょっとリスクもあるけど、まあでも得るものでかいと思う、幸せはこっちの方がでかいと思う正直。多分普通にオーストラリアの飲食店のシェフとかやったら、多分日本の企業でさ結構いいポジションって言ったらあれだけど、結構なお金稼ぐのと多分あんま変わんないレベルの生活レベルになるからさ、多分こっちの方がもっと時間あると思うし、お金も多分同じぐらいだし、ただこっちはちょっとやっぱ外国人だからリスクあるよっていうところっていう感じかな。だから自分はどっちを選ぶか、ただこっちはちゃんとあの相談した方がいいよって思う、うん、以上です。いやそれさ、これさ100件200件ぐらい来てたの相談全部返せないんだね、さすがにね。だって口でこんだけ早く喋ってもさ、もうじゃあ外暗くなってきたからね若干。でもなんかあれだね、人の状況はいろいろだけど悩んでることって割と似てる。なんか英語どこ勉強、どこ手つけたらいいかわからないってものだったり、あとは自分の人生のしがらみの中で留学に行っていいのか迷うみたいなとこ。あとね、今ねめっちゃ人の相談に乗ってて思ったんだけど、めっちゃ頭使うんだよね、適当なこと言えないしさ疲れたもん俺楽しかったけどね、楽しかったけど、やっぱ人の相談に乗ると適当なことも言えないし難しいなと思いました。はい、まあ、たまにまたちょっと天の声ちゃん手伝ってもらってさ、こういうカジュアルな感じでスノータロサックでいきたいと思うんで、まあ、こういう動画もたまに出していこうかなと思います。ということで、まあまあまあ、またあのお悩み相談やりたいと思いますし、あとねやっぱこういうの、まあ、質問、まあ、ここまで長い悩みに答えられないと思うけど、質問とかだったらインスタライブとか YouTube ライブとかたまにやるんで、見逃さないように、まあ、インスタフォローしてない人に関してはフォローしていただいて、まあ、YouTube ですね、ぜひ通知マークオンにしていただいて、ベルマークオンにしていただくと、ライブ始まった時にパッと来て、パパパッて質問を書くことができると思うので、やってもらえたらなと思います。よし、またインタビュー動画来週から撮影頑張ろうということで、最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。面白いと思ってもらえた方は、チャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。